はい、こんにちは、ポップです。6月20日土曜日。今回は週末スペシャルということで、ポンドの中長期的な目線からの解説をしていきます。動画の前半部分はクロス円のポンド円。後半部分はドルストレートのポンド米ドルについて解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。それでは早速、ポンド円、クロス円の60分足、こちらが1週間の時間軸のチャートから見ていきましょう。まずはね、先週の週末スペシャルは、133円ぐらいまでね、調整するんじゃないかというお話をさせていただいたんですが、週明け早々ですね、逆方向に進んだときは、非常に焦ったという状況ですね。135円を割り込んだ134円ぐらいからね、今週1週間はスタートしたというところでございますが、一気にね、株式相場の方が、金融緩和のね、影響がまだ残っておりまして、どんどんね、株高に上がっていくというところに、つられまして、ポンド円の方も円安方向、ポンド高方向に、ね、進んでいったというところでございます。ただ、136円というのは、4時間足ご覧いただきますとね、こちら136円が過去のサポートラインというところ、そして、直近の、ね、レジスタンスラインというところがありましたので、ここを、ね、上抜けしますと、上髭でね、なんとかレジスタンスを食らいながら調整に入ったのが、火曜日のいう形でございます。水曜日以降はね、大きな下落トレンドになりました。移動平均線をね、明確に火曜日の段階で割り込みますと、反発しても移動平均線でレジスタンス、反発しても移動平均線付近で、レジスタンスということでね、完全な下落トレンドになりまして、133円どころか132円付近まで下げてね、1週間の取引を終えたというところでございます。もともとね、テクニカル的には上値が重いかなというところであったんですが、株式相場のね、上昇にはやはり円安方向に進んでしまうなというのがね、月曜日から火曜日にかけての動きでございました。ただその後はね、大きな材料がなかったということで、ほぼほぼね、テクニカル通りの動きをしてくれたかなというところで、ショート目線でね、攻めていっていただいた方はですね、ある程度利益が取れたんじゃないかなという状況でございます。そして、これをですね、1ヶ月、時間軸の4時間足見ていきましょう。こちらがね、5月の下旬ぐらいからの大きな踏み上げ相場がございました。移動平均線ね、ご覧いただきますと、しっかりと右肩上がりということで、特に133円を超えたところからはですね、今までのレジスタンスラインをね、明確に破りましたので、ショート勢がですね、踏み上げ相場、ストップロスを巻き込みながら買い戻しを余儀なくされるというようなね、相場が続いておりまして、これがね、133円から一気にね、140円近くまで踏み上げられたというのがね、実際の6月の上旬ぐらいまでだったというところでございます。転換期はね、やはり移動平均線を割り込んだ、こちらの6月9日ぐらいかなというところですね。こちらもね、一旦サポートが入って、また再度ね、高値を目指していけば、まだまだ上昇トレンドが継続という形でございましたが、一旦移動平均線を明確に割り込んでしまいますと、今度はね、反発しても移動平均線の下側でね、レジスタンスを食らってしまうというところでね、下げてきたというところでございます。そして、今週に入ってね、先ほど解説した通り、一旦はね、移動平均線を抜けるというね、大きな上昇を、遂げたというところでございますが、今までのね、サポートラインや直近のレジスタンスラインというね、結構136円、サポートレジスタンスになりやすいラインというのが過去を見ても、お分かりの通りですね、こちらで明確なレジスタンスを食らってしまいまして、下落。そして移動平均線でもね、サポートが入らなかったため、再度スタート地点のね、134円、今まで1回、2回とね、サポートを得ていたんですが、こちらはね、明確なサポート、多少はね、入ったんですが、最終的には破ってしまう。そして133円を破ったところで、サポートが入るものの、移動平均線はね、やはり右下下がりでございますので、その下側で陽線から陰線になるということでね、ほぼほぼ1週間の安値引けで終わってしまったというところでございます。そしてね、過去の値動き見ていただきますと、132円と133円にはね、こちら多少のレンジ相場がございました。よってですね、132円で一旦はね、サポートが入りやすいラインかなというところなんですが、反発したところでもですね、これから133円の過去のレジスタンスもありますし、今回もね、133円レジスタンス食らってるというところもありますし、それに加えましてですね、4時間足ベースも移動平均線がこれからね、スピードを上げて下がってきますので、こういったものがレジスタンスとなりますので、反発しても限定的に133円、もしくはそれをちょっと超えたところでですね、再度、レジスタンスを食らって陽線線から陰線になるんじゃないかなというところでございます。したがってですね、中期的な目線も、この4時間足をご覧いただきますと、やはり移動平均線が右下下がりということであれば、この下側でね、陽線から陰線に切り替わる、レジスタンスを食らうというところを想定しましてですね、中期的に、トレードをしたいという方は、移動平均線よりか下側で陽線から陰線になったらショートというようなね、ロジックでよろしいかと思いますので、ちょっとね、132円抜けますと、131円から130円までね、抜け出る、リスクがあると、リスクじゃないですね、ポイントがあるという形でございます。逆に上方向はね、ちょっとこのあたり134円以上のロンガーの方々が待ち構えている。やはりね、このあたりでロング捕まった方も多いとは思いますので、まあ、そういったところを含めますとね、上値は限定的、下値の方はね、130円ぐらいまで落ちてしまうということを考えますと、やはりショートに分があるかなというところでございます。ただね、株式相場を見ていただきまして、大きく株式相場が上昇するというところがあればね、その限りではございませんので、あくまでも株式相場も見ながらですね、特に大きな動きがなければ、為替の方は円高方向、ポンド安方向になるというところをね、ご理解いただければという形でございます。日足の方見てみましょう。はい、日足の方も、次の明確なサポートというのはやはり130円と131円、過去のサポートラインを見てもね、わかるかなというところでございます。まあ、結構ね、踏み上げ相場大きかったんですが、結局ね、2週間かけて元に戻ってきたというところでございますので、まあ、こちらニュートラルとして考えるのであれば、やはり、下値の下限はですね、ボリンジャーバンドの下限も今ね、上がってきておりますが、130円から131円、まあ、こういったところでサポートが入るかなと。ただ上値に関しましては、やはりロングが取り残されているというところを考えますと、やれやれの戻り売りということで、含み損を抱えたロンガーがですね、上がったところで、こちらがね、プラマイゼロぐらいで、解消してくるということを考えますと、やはり、戻り売りという形でね、上がったところで、しっかりとレジスタンスを確認して、ショートを組むというような形でね、よろしいかと思いますので、まあ、引き続きね、引きつけてのショート目線という形で、トレードをね、戦略を練っていただければというところでございます。はい、ではね、前半部分のポンド円を終わりまして、後半部分のね、ドルストレートのポンド米ドル見ていきましょう。はい、こちら、ポンド、米ドルのチャートでございます。まあ、基本的にはね、ポンド円と似てるような形ですが、数値的なところでね、少し違いますので、まあ、これをね、中心に、解説をしていきます。まずは1週間の時間軸の60分足ですね。こちらご覧いただきますと、やはり月曜日から火曜日にかけて、まあ、1.26 もね、超えまして、大きな上昇があったというところでございます。こちらの方はね、まあ、ダブルトップという形で、1回、高値をつけて、もう一度反発したんですが、同じぐらいのレベル間でですね、レジスタンスを食らったということで、ちょうどね、ダブルをひっくり返したような形でね、ダブルトップという形でございました。そして、126円のサポートも受けることができなかったということでね、移動平均線は完全に右下下がりに転換。そうしますと、ポンド円同様ですね、反発しても移動平均線、反発しても移動平均線ということでね、ことごとくレジスタンス、移動平均線にレジスタンスを食らって下落。そして、1.24 でね、なんとか、サポートを受けていたんですが、最終的には力つきまして、1.24 割り込んだ 1.2350、こういったところで、1週間の取引を終えたというところでございます。わかりやすいのがね、4時間足ご覧いただきますと、完全にね、トレンド転換が、まあ、6月のね、中旬ぐらいから、完全に始まったというところでございます。今までの上昇トレンドであれば、移動平均線は右肩上がり、そしてね、その上側で平均足のチャートが位置しておりまして、ことごとくね、サポートというのは移動平均線の上側でね、陰線から陽線に切り替わるという形で平均足の、転換があったというところでございます。ただね、この 1.28 をつけたところで、少し達成感、移動平均線のサポートを今までは受けていたんですが、これを明確に割り込んでしまいますと、今度はね、反発したところでも移動平均線が、大きく重しとなって、襲いかかってくるというところを受けまして、最終的にはね、一旦超える場面がね、こちらのところではあったんですが、最終的には移動平均線に押し戻されまして、安値引け、1.24 も割り込んだというのはね、1.24 こちらはね、過去レジスタンスラインでございましたので、こちらを一旦はサポートが入ったんですが、割り込んでしまうということでね、ちょっと弱気の相場に入っているという状況でございます。引き続きね、こちらも4時間足ベースで移動平均線下げておりますので、上昇トレンドとは反対にですね、移動平均線の下側で、レジスタンスを食らいやすくなるということを考えますとね、反発したところでしっかりとこの陽線から陰線に切り替わるタイミングでショートを取っていくという形でね、上昇トレンドとは反対のね、勝負をしていただくという形になろうかと思います。しっかりと引きつけてショートということでね、間違っても突っ込んだところでショートを組む必要はないかなと思いますので、そのあたりはね、待つのも相場というところでね、しっかりと移動平均線付近まで引きつけるということを忘れずにお願いしたいと思います。日足の方も見ていきましょう。はい、こちらの方はね、少し前、4月の段階ですと 1.22 から 1.26 のね、レンジ相場が綺麗な形で、進んでいたというところでございます。一つ、オーバーシュートのところで、オーバーシュートじゃないですね、踏み上げ相場ということで 1.26 を超える場面がありましたが、これはね、すぐさま、反転しまして 1.26 を割り込んでしまいますと、中央値のね、移動平均線付近の 1.24、これもね、割り込んでしまったということで、やはり下値の方は 1.22、過去のサポートラインですね、1回、2回、3回、4回、こちらはダブルボトムという形ですが、1.22 ぐらいまでの下落はね、今回見ておいた方がよろしいかなというところです。ボリンジャーバンド2シグマ、この黄緑色のラインの中にね、95% ほどでの確率で収束するということも考えますと、これからボリンジャーバンドの方もね、少し引き締まってくるようなケースになりますので、そうなりますと、1.22 ぐらいのサポートというのは、ボリンジャーバンドの観点からも、推測できるんじゃないかなというところでございます。よってですね、ポンドの方は、レンジの方はね、1.22 が、レンジの下限という形になりますし、上値の方はね、1.26、ここまで届くかといえば、その可能性は低いと思いますが、一応ね、1.26 ぐらいまでは想定しておいた方がよろしいかなと思いますので、このあたりね、移動平均線、今、横ばいになろうと思いますので、そういったところは、ボリンジャーバンドの上限と下限をね、挟みながらのレンジ相場を想定してもよろしいかなという形になりますので、参考にしてください。そしてね、最後に、ポジション情報を見ていきたいと思います。ちょっとね、ポンド円の方に戻っていきたいと思いますが、こちらを見ていただけますでしょうか。はい、ポンド円の相場でございますが、ちょっとね、ポジション情報で気になったところがありますので、ご覧いただければと思います。こちらがポンド円のロングとショートですね。この割合の推移を示したね、ポジション比率情報という形でございます。このオレンジ色のバイ上側ですね。これがロングポジションでまだ決済をしていないというポジションの残りとなりますし、セルの方は売りポジションをまだ決済していないというところでございます。ここのところの推移の変化を見てみますとね、非常にロングが増えている。特に金曜日、木曜日のところでね、ロングが増えておりまして、直近ではね、7割以上がロング、売りはね、3割未満という形になっております。日本の特徴としまあ、日本でね、トレードする方の特徴としましては、いわゆる逆張りという方が多くてですね、下がったら買う、上がったら売るという形でね、そういったような、ポジションを取る方が非常に多いという形でございます。よくね、ミセス渡辺とかね、揶揄されますが、ポンドの方もね、今回は、チャートに戻りますと、かなりね、下落が進んできているという状況でございます。やはり下がったところではね、安いと思ってね、買う方が非常に多いという形でございますが、実はね、このポジション情報というのは、ロングというのはね、まだ決済をしていないロングポジションでございますので、これが増えると、要はね、今後の売り圧力が強くなるという形でございます。上がったところでは利益確定、もしくはトントンでね、売りたいという方も多くなると思いますし、逆に下がった場合はですね、ロングポジションが、ロスカットをされてね、ハイレバでやっている方はロスカットの懸念もあるということで、売らざるを得ないという形になろうかと思います。よって、ロングが増えることは、相場としてはですね、チャートとしては下がりやすいという形になっていきますので、もう一段階ね、下がったところではさらに加速をしまして、ロングポジションが投げに入るというところを考えますと、やはりショートで攻めていった方がよろしいかなと。で、上に行ったとしましてもですね、この辺りで取り残されたロンガーの方々が、トントンでいいから売っておこうというね、やれやれの戻り売りが発生しますので、そういったことを考えますと、上値は限定的、下値に、下方向に行きますと一気に走るというところが成り立ちますので、やはりここもね、しっかりとショート目線で攻めていくということを忘れずにね、週初めのトレードの戦略をね、立てていただければという形でございます。はい、今回でね、ポンドに関しての、解説は以上でございます。この動画がね、少しでも参考になったという方いらっしゃればですね、ぜひ、いいねボタンやチャンネル登録ね、お願いしたいと思います。私のモチベーションアップにつながりますので、ぜひお願いいたします。今回は以上でございます。今週も1週間お仕事とトレードお疲れ様でした。また来週からも頑張っていきましょう。バイバイ。